USB の電圧電流チェッカーをケーブル化します。こっちは完成形で、ケーブルが短いものを作成します。こっちがオスなのでこうで、こっちがメスなのでこんな感じ、短めで作成します。これぐらいか。長すぎず短すぎず、で長さをだいたい決めたらカットします。この辺にしとくか。分解します。入れて開ける。こっちがいいんで、こっちアウトで、通信しないので2ラインの接続だけでいい。でこれハンダで剥がします。こいつとこれ、こう今からやろうとしているものは Amazon とかでも売ってないと思うので、このように自力で作成する必要があります。中途半端にケーブルついてるやつ あるんだけど、片側だけ、両側ついてるのないので、ただ結構剥がすのが重労働。
こっちがグランド、こっちがグランドで、でこうついてたから。この一番端、ここがグランドで、反対側の端、ここがグランドで、反対側のこっち、反対側、ここが電圧、こっちがグランド、ほらこの端のピンがグランド。ハンダごてを押し込む、当てながら押し込む。取れた。あとはこの残骸を除去するだけ。で、ある程度丁寧にやらないとパターンが剥がれるの。当てながら引っ張ってやる。
すべて除去成功した。これがグランドで、こっちが電圧。こっち側がインなので、イン用のケーブル、オス、オスをハンダ付けする。ケースに収納します。
完成。あとここ隙間あるので、この隙間も埋めておこう。これは補強プラス、ゴミの混入を回避。市販品だとこう片側だけ、これはイン側はケーブルついてるんだけど、アウト側は直差し。まあこれも悪くはないけど、やっぱ、ここもケーブルがあった方が利便性は高くなる。ケーブルは こっち側。このパターンだったらここに直に刺すんじゃなくて、こっち側にケーブルが出て、こっち側にこう刺した方が理にかなってるよね。でなぜかこの Amazon とかでもこのタイプ売ってないんだよね、ケーブルがついてるタイプ。イン側とアウト側ケーブルがついてるものがないので製作しました。